楽しみにしてるぜ。全国のポケモントレーナーの諸君、元気しとるかの。わしの名前はオーキドじゃ。今回はウルトラサンムーンでミラクル交換やっていくぞ。ミラクル交換ピッピカチュー。イーサンさん、よろしく頼むぞ。初手アメリカの方じゃな。さあ、イーサンさんに初手ポケモンね、負けんかに送りつけて負けない心を示していく。ピッピカチュー。まあ大丈夫、うん、まあ最初だからな。あ、こんおい、モコモコモコなんですわ。11のニャイバー。はい、猫宮日向さん、よろしく頼むぞ。さあ、猫宮日向さんにモコモコモコをばっくりと送りつけていくんじゃの。ピッピカチュー。やっぱりモコモコモコ先生といえばスプラトゥーンでパッドを破壊するっていうのがな、やっぱ代名詞だから、やっぱりスプラトゥーンが送られてくるんじゃの。クマさん、よろしく頼むぞ。こんばんは、最高です。最高かどうかわしが決めることな。スプラトゥーンをばっくり送りつけていく。ピッピカチュー。顔面たわしでスプラトゥーンで汚れたフィールドをしっかり掃除しろってことかな。知らねえよお前、イカちゃんに掃除させろ。なんでわしが掃除しなくちゃいけないんじゃ。うん、天狗さん、おいおいおい、お前キッズが見てるポケモン動画でそんな汚い名前のトレーナーネームさらしてくんじゃねえよ、汚いやつだな。ピッピカチュー。ヨギラスじゃな。まあ送ってくれたポケモンは悪くないんじゃが、名前が臭いな。ほんと天下とかそんな名前を YouTube で出すやつはろくでもねえやつじゃな。はい、ウェスさん、よろしく頼むぞ。さあ、ヨーギラスを送りつけて、いつものミラクル交換に戻していくんじゃの。ピッピカチュー。これは世界を守るための戦いである。エクスカリバー。交換申し込みいつでも OK。 韓国の方はよろしく頼むぞ。交換申し込みいつでも OK っていうのは、逆に言うとあいついつでも搾取させてくださいっていう小じき野郎じゃからな、気をつけるんじゃぞ。ピッピカチュー。ほらほら、見たか、見てみろこれなあ。いつでも交換 OK とか言ってるやつに限ってこうやって搾取する気満々なんだよ。クソじゃな、ほんとに。お前自分で集めるってことしないの、ポケモン。はえー、たまげたの。チューチューチュー。ミラクル交換に入り浸り、あやさん、よろしく頼むぞ。ミラクル交換に入り浸りはリスナーさんの証し、しかもあやちゃんということは女性リスナーさんかな、嬉しいの。ピッピカチュー。あー、女性トレーナーらしい可愛いポケモン送ってくれたみたいじゃな。これからもな、ヒイラギミユコと大木戸博士のミラクル号がよろしくな。はい、上州さん、よろしく頼むぞ。さあ、上州さんにリスナーから送られたファンレターをばっこり横流ししていく YouTuber のクズ。ピッピカチュー。あー、せっかくの女性リスナーから送られたファンレターがばっこれドナルド・トランプに変わってしまったんじゃの。罪深い男やで、ほんまな。チューチュー。お、純伝説のポケモンフリーザか。違うな、これはドラゴンボールのフリーザ様みたいじゃな。デスビームっつってビームってくるぞ。ウルトラボールピッピカチュー。
マジでこいつもう怒り狂ってわしスーパーサイヤ人になってしまいそうじゃの。許せねえフリーザー。はい、ジョニーさんよろしく頼むぞ。さあジョニーさんにウルトラボールキャモメを送りつけてあざ笑ってゆく。ピッピカチュー。お、ムンボミミッキュありがとな。お前はそのウルトラボールキャモメを大事にしてほしいな。ありがとう。いやーいいね、ミミック最高だな。あいつキャモメだってよ。ラッカさん読めないんだけど。さあね、KC ジャパンをクイックボールに送れてクイッキングに送りつけてゆく。ピッピカチュー。お得よウィンナーじゃな。ディグドゴーディグドゴーディグドゴー。ムルクさんよろしく頼むぞ。さあディグドゴーをばっこり送りつけていく。ピッピカチュー。おあれじゃない、遊園地ピエロさんが配ってる危ない風船じゃな。うん、ラズさんよろしく頼むぞ。ピッピカチュー。川の中の石ポケモンじゃな。川の中に石がある、拾いに行こう。あ、このメルシー深い。ボー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 。フレットさんよろしく頼むぞ。さあフレットさんにメレシーの出来損ないのゴミのカスのクソを送りつけていく。ピッピカチューもキャモメ。お前の綺麗な羽全部むしり落とすぞボケ。アイス読めないな。アイスアイスかと思ったけど。はい、さあ綺麗な羽を全部むしり落としてキャモメをぶちくり押し付けていくんじゃの。ピッピカチュー。スプラトゥーンが戻ってきてしまった。つまりこいつはスプラトゥーン2ってことじゃな。今やなあ、スプラトゥーン2実況やってる人の方が少なくなってしまったの。はい、ポポチさんよろしく頼むぞ。かわいい名前じゃの。なんかスプラトゥーンをやってそうなトレーナーネームじゃな。かわいい名前なんで、そんなあなたにスプラトゥーン2をプレゼント企画。ピッピカチュー。クイックボールだからちょっと冷や汗が垂れたが、中身は米津玄師さんのキッズバージョンなんじゃな。よかったの。チェルチェルって舐めてんのかお前の名前なあ。リューチェルみたいな名前しやがってお前な。そんなお前にはこのなサブカルの塊みたいなラルトぞプレゼントじゃぞ。ピッピカチュー。お、バタフリー。先日の動画でバタフリー来てから一気に流れが変わったからの。もしかしたらこのバタフリーな、勝利を掴んでくれる蝶々かもしれないの。タマラさんよろしく頼むぞ。さあタマラくんにこの勝利の蝶々バタフリーを送りつけていく。ピッピカチュー。いや大丈夫、あのこれはなあくまでその試練みたいなもんだからな。勝利の蝶々がわしに試練を与えてくれて、これを乗り越えれば取れ高ゲットじゃぞ。シェルダーの色違い厳選やらないんですか。なんか気分が乗らなくて全然やってないね。すごいポケモン持ってます。ミラクル交換に入り浸りムーンさん。あれあれ、このムーンさんってわしの記憶が正しければセレビーとかミュートが送りつけてきたやつじゃねえのか。ピッピカチュー。
お前さ、今色違いのパルシェンのさ、孵化しないんですかっていう質問やってっときに、なんでこうやって色違いのパルシェン送ってくんだよ。お前自分で手に入れる楽しみがなくなっただろうが。こら、おやさん、親の名前ヒイラギじゃねえんだよな。こいつ完全に企画ぶち壊しに来たぞ。あのムーンとかいいやつ、親の名前ヒイラギでパルシェンの色違いとか、もうああもうなんか悲しくなってきたわし、もう泣いていいですか。わしはこいつを記憶からなくす、記憶から消し去ってやる。だーなんか辛いことがあった気がするが、なんか分かんなくなっちゃったな。うん、いや早く色違いパルシェン使いしたいし、うん、今度な色違い孵化頑張るか。うん、まだゲットしたことないからな、色違いパルシェン。なんか記憶にちょっと引っかかる部分があるんじゃが、多分気のせいじゃの。みんなも楽しくミラクル交換するんじゃぞ、ピッピカチュー。